い、皆さんどうもこんにちは、バンデアのゆーぽんです。はい、今回ですね、はい、こちらねガチャガチャの方でね、新しく、ま、スライムがあったので回してきました。では紹介していきたいと思います。全6種類なんですけども、私はね今回3回回してきました。で、ま、こちらねどういうものかというとですね、多分知ってる方も何人かも多いと思います。こちらですね、この金魚のスライミーということで、この金魚、このボトルの中に金魚を入れるんですよ、フォイって。そしたら和風的な感じのね、こう癒される感じのスライムということで、ちょっと変わった感じのスライムです。でですね、ちょっと心配なことにオレンジが2個出てるんですよ。かぶってんじゃないかと思いまして心配です。ではまずね、こちらの黄色から開けていきます。はい、ではね、まずラインナップの方から見ていきたいと思います。金魚マイボトルスライミー全6種ということで、こちらは1回200円のものになります。で、こんな感じです、種類は。で、まずね、黄色いカプセル で入っていたものがこちらのね、赤い金魚で、ね、開けていきたいと思います。すごい、ほんと新しいね。はい、こんな感じ。ボトル的にはこちらはこんな感じで結構柔らかくて、あのプラスチックです。ガラスじゃないです、プラスチックです。でも、あの落としても全然平気で、金魚はこんな感じで、も開けていきたいと思います。あ、ちゃんとこれ あるんだね、なんと優しい、ついてる。で、出していきます。うわ、すごい、めっちゃトロトロ、これはいいね、すごい、めっちゃトロトロ。ではね、まず金魚入れていきたいと思います。ないと思うから、こうしょ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 ってやっていこう。あ、そうだ、こうやるんだよね、こうやるから金魚あの顔をこっちか、こっち向き、え、なんか外出たいよみたいな死んでない、なんか死んでない、なんかこっち向きやったらいいけど死んでるな、やばい、生きないえ、横にしたら完全死んでるよねこれ続いてこちらのオレンジのカプセル開けていきましょう。はいはいはい、ということで種類はね同じで被りました。まあ、こっちはね、まあ、多分同じだと思うので開封しないで置いときます。はい、金魚こんな感じ、なんかさっきのと似てるな、尻尾の色が似てる。ではね、今度こそ金魚をちょっと生きさせたいと思います。あ、こっから突っ込んでった、あ、こっから突っ込んでった方がいいね、ほらほらほら、生きた、こんな感じです。この横バージョン、縦バージョンでやってみましたはい、ということで、ぜひ皆さんもガチャガチャの方で見かけたら、こちらの金魚のスライムを回してみてください。ブーが高くありがとうございました。アクパッ